トッパーズ、アスプカーネルはトッパーズプロジェクトにより開発されているニューイトラに4.0仕様のスタンダードプロファイルを拡張したオープンソースのリアルタイムオペレーティングシステムである。アスプカーネルはトッパーズ標準割り込みモデルに準拠しており今後トッパーズプロジェクトから公開予定のカーネルのベースとなっている。トッパーズ、アスプカーネルは ミューイトラン4.0仕様に強い影響を受けており、互換性も考慮されてはいるが細部で、ミューイトラン4.0仕様と異なるため、別仕様であると考えるべきである。ミューイトラン仕様の発展型という点で、t カーネル仕様とは立ち位置が類似している。しかし、t カーネル仕様は、ミューイトラン3.0仕様をベースとして一部ミュー、イトラン4.0仕様の機能を含む。そのため、トッパーズ、 アスプカーネルと T カーネルとの間の互換性は必ずしも高くはない。性的コンフィギュレーションを用いるという点で OSEC VDX 仕様との類似は指摘できる。トッパーズ、ASP カーネルで刷新されたコンフィギュレータには OSEC VDX 仕様におけるシステムジェネレータの影響が見て取れる。また、タスク優先度と割り込み優先度マスクが統合されている点も OSEC VDX 仕様と類似している。しかしながらカーネルの設計思想は全く別物であると考えるべきである。ありがとうございます。